はい、こんにちは。ええー、まあ、安倍さんがですね、まあ、死亡されてから、ええー、二日が経ちましたと。まあ、この二日の間にですね、まあ、だいぶいろんな情報がもう出てきましたね。で、いよいよこの、ええー、山上容疑者ですね、まあ、安倍さんを、ええー、手製の、まあ、あれ、はっきり言って小型の大砲ですね。まあ、火薬を詰めてから、そこに自分で作った銃弾を詰めて、それを爆発させることによって、こう、ええー、六発ずつ弾が出ると。 よく作りましたね、あれね。これ、実は散乱銃の元祖ってナポレオンで、まあいいかそんな話はいいんですけども、よくできた銃ですね。至近距離からしかも撃って、えー、ほとんど散乱しないで1点に集中して、まあ大、おそらく30センチ小ぐらいにこう、集中して安倍さんの左側をこう、貫いたっていう。まあ一,一発は心臓を貫いてましたと。まあその間、えー その犯人の山上容疑者の配合関係には CIA がいるんじゃないかとか、実際には2発、1発目が当たらなかったんで、2発目でどこか、ゴルゴ13のようなこうスナイパーがいて、その2発目で何人かがこう安倍さんを撃ったんじゃないかとか、まあ、いろんな説が飛び交ってました。まあ、あと犯人の動機も安倍さんの政治的な、えー、心情ではないって言ったんですけど、まあ、他の YouTuber の、えー、動画を見てみると、まあ安倍さんは一応、 憲法改正派ですね、強い。ですから、憲法改正反対の意思が、まあ、山上容疑者にあって、それが、安倍さん暗殺っていう、えー、行動に行ったんじゃないかって、まあ、いろんな説が出てきたんですけど、まあ、ここに来てですね、実はこの、えー、山上容疑者ですね、実は、まあ、統一協会の、えー文、文はまあ、統一協会の初代の文鮮明っていう、まあ、ここでちょっと実った言葉入れたいんですけど、 まあ、子供がたくさんいましたと。まあ、なぜ、なんでイエスの、キリストの団体が、の、教祖様が、イエスは、えー、生涯独身で、生涯童貞で、そして、もう生まれた時からほとんど、テント通じてるような人で、この旧約聖書をですね、もう丸暗記するような人でしたと。まあ、そんな人の後継者を、になってる、まあ、その統一協会の教祖っていうのはもう、もう性欲爆発で、で、聖書なんかほとんど解きませんと。 はい。まあ、その教祖様が死んで、たくさんの6個ぐらいの分派ができたっていう、そのうちの1つがサンクチュアリって言って、この山上容疑者そこに所属してたっていう報道が出始めましたと。で、この山上容疑者がそのサンクチュアリに所属してたかっていうと、何回か来たみたいだけど別に何かしてもらったわけでもないし、って当然サンクチュアリの方からは否定的な意見がありましたと。ところがサンクチュアリっていうのはアメリカではもうカルト宗教して、 されていて、危ない団体として、まあ、FBI とか、まあ、当局が監視している団体でありましたと。そして、彼のお母さんは、えー、そのままですね、えー、国際勝共連合っていうんですか、ここに残って、まあ、お互い親子で反目するような状態になっていたと。まあ、カルト宗教をやってる人っていうのは、はっきり言って、別にイエスの教えがどうだとか、釈迦の悟りがどうだったら関係ないんですよ。 もう、こう,いう人たしっていうのはもう、何のこともない、なんだ、わけのわからないもう、感情で生きてます。まあ、それは大ム事件でですね、散々あの、女優とか、村井とかが出てきて、テレビに出てきて、いっぱい言いましたよね。で、その時になんだか日本の、え、知識人みたいな人とこう、抗論しましたと。その中で、例えば、え、お釈迦様の教えとは何なんだとか、じゃあなんでビッグバンが起きたんだとか、 えー、この宇宙はなんで位置があって、空間があって、時間が過去から未来に流れているのかだとか、えー、なんで時間と空間が生まれたらだとか、こういうですね、お釈迦様が悟って私たちに伝えた、釈迦とキリストが悟って私たちに伝えた宇宙像についての話し合いも、あの時全くありませんでしたよね。それはなんでかって言ったら、その、まあ、オウムナーの上友とか村にしても、 まあ、その親玉の朝原にしても、またそこに並んだ日本の知識人にしても、全く頭が幼稚で、パーだったから、本来の釈迦の仏教、イエスの教えなら、そこで話し合われることもなかったんですよ。もしそこにですね、ちゃんとしたですね、一人でも仏教がわかる天台知事さんなんて人がいたら、えー、まあ天台知事さんっていうのは仏教を一番理解した人って言って、まあ、一年三千の教えとか、五次八教とか、 まあ、あと、この世界は4つの力でできているって、まあ、現代物理学のですね、まあ、基礎、20世紀になってやっと分かった現代物理学の基礎を1500年前に仏教の中から理解して、それを私たちに、えー、教本として残していってくれた人なんですよ。これが仏教であるっていうね、パンニ教であるっていう。そんな話すらもありませんでした、当時ね。はい。ですから、今の本当に人、まあもう、全部の宗教団体そうですけど、すべてカルトです。 えー、釈迦とキリストがですね、えー、教えてくれたのは、えー、相対性理論、そしてこの量子力学、そして、えー、なんで、ビッグバンが起きて、無限の三次元世界が起こって、さらにその一つ一つの、えー、空間から無限に、メタバースが生まれ続け、そして、えー、その、時間と空間の中に住む、えー、我々生命体が、なんで、この宇宙が生まれたんだろうっていうのを相対性理論、量子力学、そして、 統一場理論と知性を深めていって、一つの場ですね。統一場理論なんで一つの場で時間とかが無限に生まれて、空間が無限に。で、さらにそれが今も、えー、広がり続けているのかっていう、これですね。これ。これを解き明かしたらお釈迦様と、えー、イエスになりますと。えー、イエスは、えー、私の中にあなた方がいて、あなた方の中に私がいると。で、新しい世界が生まれて、人の子私がその世界で王座についていると。そして、 えー、この、なぜ宇宙が生まれたのか、そして、なぜビッグワンが起こり、えー、過去から未来に時間が流れる空間が無限にあって、それがさらに一瞬一瞬、えー、広がり続けているのか。この法則を私の次に来る弁護者ペラクレートスが、私の中、つまり教典からとって、聖書からとって、皆さんに解き明かしていくだろうと。この解き明かしていくべき人が、本来であれば、キリスト教系団体の、まあ、 次の時代の教祖様なんですけど、そんなことができる人は誰もいませんし、まあお釈迦様の言葉をですね、まあ次に生まれ変わってきて解き明かしたのはまあ天台地にさんぐらいで、さらにそれを引き継いで、まあ統一詐欺の解き明かしてくれる如来っていう人は未だに出てきていませんと。はい。まあ話がちょっとそれましたけど、まあ安倍さんをやったですね、団体なんてのもうカルトで何にも宇宙の構造なんか理解してないし、話も出てないと。 え、やってることって言ったら、要するに、あんた財産何持ってんの畑持ってんの何持ってんのビル持ってんのお家持ってんのえー、貯金はいくらなんだった紙に書けと。で、なんか歌う歌って、おうおっつって、それでその財産俺らに全部よことで、全部よこして、え、そして、個人破産する。で、個人破産してもそこにまだ入ってるっていうのは、この洗脳の怖いところで、カルトなんですよ。社会アイエスはそんなことしません。彼はもう別に何もしなくても、多くの人が、 彼らの教えを受けるために、えー、彼らの寄付し、そしてそれを個人がでっかい車に乗って、いい車に乗ったり、でっかい家に住んだりすることはなくて、それを祇園少女だとか、えー、竹林少女だとか、えー、教えの大学を作って、そこで弟子たちを養って学ばせて、そして下落させて、宇宙のあれの真空の状態に持っていって、そこに住居させてビッグバンを起こしたと。この一生こそがまさに一つの、えー、メタバースが無限に、えー マルチバースを生み出していく仕組みであると。で、その中では常に如来がどん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 生まれてきて、この行いをしてどん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 広げているっていう。これが量子力学の基本的な考え方なんですよ。で、それは紛れもない仏教の中の一年三千の教えって言って、それは1500年前に天台地理さんが解き明かしましたと。そしてこの世界を生み出すために重力。えー 弱い相互作用、そして、えー、電磁気力、そして強い相互作用という4つの区、4つの自然的なエネルギーがあって、これがどんどん行われていますと。まあ、お釈迦様、そしてキリストも結局は、相対性理論、この空間が何で生まれ、過こから見ない何で時間が流れているのかと。で、さらには、何で何もない真空にたくさんの位置が生まれて、その位置から、まあ、位置ってあなたの思考のことですね。あなたが今立ってこの空間にいる。それは空間があって、 で、えー、生命形態があって、地球の方にあなたがいて、文明があると。そして、あなたの位置っていうのは何が見えるかってあなたの意識が、この世界を、意識を、肉眼で見ながらも、あなたの意識の中にこの世界があると。つまり、あなたの中に私がいて、私の中にあなた方がいると。キリストが残した聖書を読んでるあなた方すべてが、私の中にいて、そして私は、えー、私の聖書を読むすべての人を空間に、 まあ、新しく生まれた空間の中にすべての人の中に私がいるっていう。この量子力学的な世界像を釈迦もキリストも、まあ、一年三千、そして私の中にあなた方がいて、あなた方の中に私がいるというこの言葉によって解き明かしました。それによって各空間ではどん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 弟子が、えー、如来の周りに集まって、ゲラスが集まった真空の状態に戻って、そしたら住居をもらってビッグを起こして、さらにメタバースをマルチバース化にどんどん,どん広げていくっていう。はい。この仕組みが量子力学であって、 で、釈迦とキリスが解いた一年三千の教えと、えー、あなた方の中にいる主観と客観の教えってのは、このことを言ってるんですよ。まあ、こんなことを、えー、きちっと話してる教祖さんはいませんね。えー、ですからそれはみんなカルトなんですよ。これは今日本にあるなんとかの科学とか、えー、なんとか学会。要するあんなところに入っていて、じゃあ最後どうなるのかって思うと、えー、金をぼったくり取られて、変な祈祷だとか、破壊したいとか、えー、なんだか、 選挙を応援させられたりして、どんどん金ぼったくられて、最後は破産して、破産してでもそしかも入ってるとかっていう、この地獄が待ってるだけなんですよ。それに対して、釈迦とキリストは、相対性、理論、量子弱。そして、なんでこの宇宙の構造が生まれたのかっていうことですね。まあ一つの、えー、メタバースがどん,どんどん膨らんでいって、あらゆる生命体が何もない真空から何へ、この空間が生まれたのか。何もない真空とは何か。そしてそれを悟ることが、えー、イエスのようなメッシャーになること。 ま、釈迦のような女来になることだったという。はい。ですから、本当の、えー、教えがたどり着く、本当の、えー、如来、本当の、えー、メシアがたどり着かせてくれる、人々を指導してたどり着かせてくれる場所っていうのは、本当の悟りであって、それはその人が、釈迦やキリストと同じような、ビッグマンを自由座に起こせる、まあ、メシア、あるいは女来になることなんですよ。それに対して、カルト宗教に入ると、えー、身ぐるみ剥がされて、そして、剥がされても、なおかつそこに入って、なんだか、 教祖様はこんな中であってとか、はい。釈迦もキリストも全く威張ってもいませんでしたし、まあ、彼ら本当に、彼ら本当に一番身分の低い人の中に行って、お塩をときましたと。そして、まあ、7次元、6次元、5次元、4次元から生まれてきた、いろんな人がいるんですけど、こういう身分、階層も関係なく、お塩をといて、みんな下落させて、真空の状態にもして、重機を助けて、メタバースをマルチバース化させて、そして全ての生きとし生きるものが、悟りをいた状態が、 何も始まってない状態っていう。はい。これをきちっと解き明かせる人はですね、まあ相対論、両親というのは、そして統一ばりですね。これが、えー、ブッダであり、えー、キリストなんですよ。まあ、それに対してですから、なんとかの科学とか、なんとか学会とか、そんなところで変な、え題、ー、目とないようが、念仏とないようが、そんな気を受けようが、何にもありません。それだからそれが地獄なんですよ。はい。ですから皆さん、地獄に行かないためにも、両親に契約をまず学んで、え正、ー、しい、 えー、考え方を理解してください。そしてこの発明の中から、まあ、当然、まあ、量子コンピューターが生まれて今来てますね。そうすると今、えー、2022年の4月の5日にセルン加速器の中で、ン空が作られましたと。そこで電子と電子をものすごい速さで、これまでにない速さでぶつけて、そうすると新しい空間と空間にポータルが浮かぶと。 そうすると、この旧約聖書にあるように、まあ、ヤーベが別の空間からこの空間に来たように、まあ、他のいろんな、え、甲に来たあの、宇宙人の二人の少年が、え、来たように、我々も他の空間ぐらいは移動できるようになるテクノロジーの時代が来るということが、これに書かれていますと。はい。まあ、ですから、まあ、皆さん、安倍さんも結局、このカルト宗教の、え、内部構想に巻き込まれたっていう、 え、見解が出てきました。ですから、こんなところに関わらないで、もう今入ったる人はすぐ辞めてですね、普通の人間に戻ることをお勧めします。普通の人間に戻って、普通の会社で働いて、そして今度辞めるとなんだかこう、いろんなことを嫌がらせをしてくるっていうのも、すぐありますね。まあ、そういうこともしないで、人間の生き方は自由なんですから。まあ、量子イケアの基本的な考え方ってのはもう、宇宙ってすばら、すべての可能性は可能であるっていうことなんですよ。ですから、その個人個人の意見を無視したり、 その可能性を踏みにじるようなものっていうのはもう、この科学からも離れたカルトなんですよ。はい。ですからまあ、安倍さんも、まあ、おじいさんの代から、そういう絡みあったんですけど、まあ、それに巻き込まれてしまった形ですね。ですから、カルトが怖いっていうのは本当に怖いっていうことを、まあ、あの、浅原の事件とか、安倍さんの今回の事件からだん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 これ色濃く分かってくると思うんですよ。ですから、ちゃんとした人はこちら側にちゃんと来てですね、 まあ相対性理論、量子力学、そしてなんで統一割理論なんで一つの割り、真空にビッグバンが無限に起こって、さらに今も起こり続けているのか。これを考えるですね、えー、知性を持ってください。そしてこれを、に答えてくれる人たち、今で言えば科学者たちですね。そういう人たちからを教祖様として学んでください。それがですね、最先端の、えー、科学と英知を身につける、そして皆さんの人生を良くする知識の方向性です。はい、今日はいいです。どうも。